でそれでは、今回なんですけども、ペイペイ12月のキャンペーン、街角 p ドペイペイ第2弾は最大1000円相当が戻ってくる、楽天ペイとオリガインペイの比較もということで、今回は来月から開催されるペイペイのキャンペーンが発表されましたということ、そして、最後の方にちょっとした比較もありますので、サクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。対象店舗で20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンということで、キャンペーンの期間は下にも記載されていますが、2019年の12月の1日から2020年の1月の31日までとなっています。そして今回対象となるのは、今出ているこちらのキャッシュレス消費者還元の5%のお店が対象となります。まあこれはこれまで通りと同じですね。なのでよくコンビニとかで見かける2%のものは対象外なのでお気をつけくださいで。キャンペーンの内容なんですけども、こちらパターンが2つに分かれて 一つ目のパターンは20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくる。プラス、キャッシュレッションした関係の5%が戻ってくるというのが、これがパターンの一つ目。 そして2パターン目は、ペイペイ利用特典の1.5%プラス、キャッシュレッション者還元の5%が戻ってくるというパターンですね。なので、普通の対象のお店で決済しても、最低でも6.5%が戻ってくるということになってます。ちなみに、この街角 p ドペイペイ第2弾とペイペイの利用特典に関しては、付与額の高い方が優先されて、両方の特典が同時に適用されることはないので、これはお間違いないようにお願いします。で、ここまでお伝えして20回に1回と聞いて何か思い当たるキーワードが出てくると思うんですが、そうなんですよね。 みんな大好きペイペイチャンスなんですよねま今回こちらのペイペイチャンスなんですがなんと公式ページにはこのように出ていました12月1日からの実施を予定していたペイペイボーナスが戻ってくる抽選企画ペイペイチャンスはマチカドペイペイ第2弾と合わせて1つのキャンペーンとして開催しますということでしたいやこれはペイペイチャンスのファンである僕からしたらちょっとショックですねいやもうちょっとどころではないですね一応残りの情報もお伝えしますそれぞれの上限なんですけどもマチカド ペイペイ第2弾は1回に1000円相当が戻ってくると。そして1月で5000円相当までということですね。あとは先ほどちょっとお伝えしたペイペイ利用特典に関しては1回には7500円相当。そして1ヶ月で1万5000円相当が上限ということになっています。あとクレジットカードに関してはヤフーカードのみが対象となっていまして、まあ、先ほどもお伝えしたキャッシュレス消費者関係の2%のお店は対象外。で、不日は変わらず決済の翌月20日前後となっています。まあ、ペイペイのキャンペーンの内容は以上なんですけども、まあ、せっかくなのでちょっとした比較をお伝えしようと思います。 ま、比較するのは楽天ペイなんですけども、楽天ペイは現在期間中5%還元のキャンペーンが開催中です。しかも楽天カードと組み合わせれば、今出てるように最大でも6%が還元されます。まあ、PayPay でもこのくじを除けば最低でも6.5%が還元されるということですね。そしてこの楽天ペイのキャンペーンが12月の2日までなので、楽天ペイのキャンペーンの第2弾も同様にどこでも5%が還元されるのであれば、楽天カードユーザーであれば楽天ペイでも良さそうな気がします。 まあけどペ、PayPay ペがこの流れで来てるので、考えたくはないんですが、もしかすると楽天ペイも同じような傾向になる可能性もありそうですよね。となると、もしかするとここに来て、まさかのオリガインペイの最大8%還元が、12月は役に立つ時が出てきそうです。もちろん、キャンペーンが発表されたら、また動画にしたいと思います。そんなこんなで今回はペ、PayPay12 ペ月のキャンペーン、そしてちょっとした比較もお伝えしました。いやーまあ、改めて思うと、PayPay チャンスが開催されるのはいいんですけども、いいんですけども、 もあれってなりますよね。まあ僕自身は PayPay ペペは好きなので、なんちゃかんちゃ使うかもしれませんが、まあちょっと他のペイ関連のキャンペーンがどう出てくるかにはよると思います。まあ一応下の概要欄に PayPay ペペのキャンペーンのリンクも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。